こんにちは皆さん、スプレーアートのベラちゃんと梅ちゃんです。今日のテーマですね、国際結婚、喧嘩するかしないかで質問。国際結婚で喧嘩するかしないかっていう質問の動画に撮りたいから起こされたの俺。そうですよ。やば、マジ寝てたのに。今寝てたよね。でも今喧嘩だよ。もう今喧嘩、今今回も始まる、始まるよ。じゃあそう、喧嘩するかしないかって、うん、するする、いっぱいいっぱいするね。いっぱいするね、喧嘩するね。まあ、でもやっぱり最初はもっとなんか毎日毎日喧嘩だよね。でもいいポイントはお互いのなんていうの、言語スピードが速かったね。ね、ムラシさんすごいね、日本語。なんか喧嘩してて、うん、私日本語で喧嘩ができてる、やったーとか気に始めて喜んでた。喧嘩というよりは話すよね。話すよね、いっぱい話すね、うん、いっぱい話す。言葉が違うから、こういうつもりで言ったっていうのじゃないのの勘違いとかで、うん、よく喧嘩するよね。そう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 、しょうがないね、そういうのね。しょうがないね、ということで。ということで、面白いと思ったらチャンネル登録か高評価、チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。じゃあまた、アディオサミーゴ。これから喧嘩しますよ。じゃね、俺が喧嘩すんの、ちょっと裏来いや。どうしよう、どうしよう。じゃあね、じゃあね。